無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は。そうか、仕方ないことだ。は誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。何なんだこりゃ。おいお前ら、エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし。待てよミカサ、考えはもう一つある。アルミンがもしここで中東兵団を説得できるというなら。エレン、どうして僕に。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも今日。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。
我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も、巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。やったな。うん、いつか昇格してみせる。なんと。巨人に会いませんように。
負けない。次の任務は。うわ！お。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば敵上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。やったぞ。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、
人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。頼んだよ。行くんだ。救援要請だ。怖くなんかないぞ。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。怖くなんかないぞ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。深淵弾だ。助けないと。急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。僕にも倒せた。僕だってやってやる。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。怖くなんかないぞ。できた。やったぞ。負けるもんか。やっできた。狙い通り。誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。やったぞ。救援要請だ。今ならやれるはずだ。分かったぜ。
エレンに死なれても困るし。兄、なぜここに。できた。役に立てた。行くよ。できた。できた。あれ。役に立てた。怖くなんかないぞ。僕らを倒せた。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かったよ兄。一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。やったぞ。同じ班のライナたちとはぐれてる。見かけたら私は無事だと伝えておいて。岩の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。飛行士が直接叩くしかない。
すんな。来やがった。飛行した。やったぞ。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、私がわからないの。避けろ。